はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストしんです、今日はこの鈴バラを使ったアレンジメントを皆さんにお届けします。これはね、1年に1度しか、だいたいこの時期しか出てこないんです。なので、まあ、この時期しか見れないんですけれども、まあ、去年も見た人は見たと思います。まあ、早速行ってみましょうか。行ってみましょう。どうぞ。はい、では行ってみましょう。まず最初にこの鈴バラをどこで切るか。まあこう見て、まずどっちがまあ正面かなみたいなところから始まります。で、今回こっちが正面、まあ強いて言えばこっちが正面ですね。いや、ちょっと待って。で、ただこれ置き場所もあるんですよ。あんまりこの差がない時はそのシチュエーションに合わせてカットしちゃいます。今回こっちに流したやつ、僕はこっちにだから、今日は俺の思うがままにこうで、今、ここの枝のところまで刺したじゃないですか。この枝まで刺すと、これが動かないんですね。これよく動いてるところです。はい、さっきの1本の鈴バラでこのように構成をしていきます。ここの切り分けって構成していくところが大事なんです。この間銅弾筋では皆さんに見せたと思いますけれども、そこが大事なんでよく覚えておいてください。ここがポイントです。ポイントです。 OK 次にこのクロトンの葉っぱを入れていきますね。クロトンは、まあ、このままバサッと入れる大きさだったらいいんですけれども、大体これがそのまま入るアレンジじゃないんです。だからこう切って、こういう状態にして刺しますね。はい、このような感じです。そしたらここでレザーファンでファンデーションワークをしていきます。まあ、よくね、かっこつけて「我々レザーファンを使わねえ」とか「俺はゴッドセフィアは使わねえ」とか言ってる人いるんですけれども、まあね、大体そういうやつにかけて使えないやつが多いんだよね。こんな感じです。次にこのグズマニアを入れていきましょう。続いてこのピンクッションを入れていきます。ブログとかインスタのこのアップの頻度が落ちてるんで、すごくこう心配のお言葉をいただくことが多いんですけれども、オンラインスクールの今僕がこれやってるこういうアレンジメントをこうフラワーデザインインターナショナルでは全国の皆さんのね、講師の先生が教えてるんですけれども、その講師の先生がいない地域がまだいっぱいあるんですよ。まあ、その方のためにオンラインスクールを作ろうということで、まず花束のオンライン、それからフラワーアレンジメントのオンラインができます。そのオンラインの動画を作る作業がとかテキストを作る作業がものすごく時間かかってて、まあ、そっちで少し時間取られててアップの頻度が落ちてますけれども、まあ、僕自身は、まあ、ちょっと1月ぐらい前はこうメンタルがどんどん落ちてた時があったんですけれども、今はすごく元気なので大丈夫です。心配なさらないでください。ありがとうございました。では行ってみよう。ここでこの系統をね、入れていきます。はい、系統が入りました。これ最後にリモニウムの黄色を入れて終わりにしたいと思います。少しこうまとめてね、入れていきます。こちらで完成です。では正面からちょっと待ってね。最後にこのドラセナをちょっと入れます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。どうだはい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。最初の鈴花のカットの仕方がやっぱりポイントになっていきます。このカットの仕方ですね。その後、このお花の配置ですね、この辺りも、少しこうグルーピングしながら配置してますけれども、その辺りの、作り方とかをよく覚えておいてください。ではですね、じゃあこちらでアレンジメントを終わりにしたいと思います。フラワー TV では11月2日の水曜日、午後5時から7時までですね、横浜みなとみらいにある横浜美術館ホールですね、で、フラワー TV のオフ会を行います。僕がいつもこう作ってるフラワーアレンジメントの、結構ステージも大きくなりますので、すごい大きいものを全部作っていきます。今のところ映像と音楽をこう駆使した感じのステージにしていこうと思ってます。出演者も、今まで代々ねこの「フラワー TV」に出演していただいてる井出崎徹、藤沢努君、森川雅樹君、金子幹雄君で僕、その他にもねもしかすると出るかもしれません。なのでぜひ多くの方に見に来ていただければと思います。価格もね結構リーズナブルに設定してますので、ぜひねこう皆さんをいっぱい連れて見に来てくださったら嬉しいです。今までにないねステージを皆さんにお見せしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。でね、お申し込みはこの下のリンクにもありますし、今ここの辺でテロップに出しますので、そちらにお電話ないし、メールで、連絡をください。ではですね、今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。See you next time!